サグラダファミリアの、中に入れました。もうね、でかすぎてちょっとよく何が何だか分からないんですが、とりあえず入ってみましょう。うわ、すごっ。わー、これはすごいですね。くーっと、ガウディが、まあ、最後の人生をね、かけて、まあ、設計をして、建築家ですから、彼は設計者ですからね。まあ、このステンドグラスは綺麗ですよね。すごいね。ピャーンという感じで。ヨハネの、福音書には4つの幸福の中で最も科学的です。ジョンの神の考え方は現実を見下ろす天国の場所に彼を勝ち勝りました。彼は鋭い視線を持って無限を求めて堂々と飛ぶ動物。わしで表していますという。これがジョンさんです。まあ、これが塔の上に立っているところですね。ここが大元になっているんですね。こういうような形になってますというところで、もうガウちゃんこれいくらで引き受けたんだよね。これガウちゃん完成予定図ということで、今この状態であり、これがまあガウディが作りたかった、表したかったこの教会。タワード、真ん中がタワーズ・オブ・ジーザス・クライスト。で、タワーズ・ビギン・ミエ、バージン・メアリー。この中、結構暑いっすね。まあ、冷暖房が完備してるわけじゃないんで。まあ、ただこういう一つ一つのこういう構造がですね、今地震起きたら大変ですもん。こんな崩れちゃいますもん。やっぱ石の文化なんですよね。全くこう日本とはまた別のこう宗教観というか、このまあ持ってるものが違うんであれなんですけども、やっぱ日本は石ではない。なぜなのか、地震、それは地震があるからと。石だと崩れてしまうけども、木の場合はその揺れを吸収するというね、まあ、そういう文化ができてまして、家も石造りの家はあんまり存在しないと。まあね、私の母親も年を老いてまだ存命しておりますが、77歳の時かなに、死ぬ前にやりたいことということで、サグラダファミリアが見たいというので、うちの母親もここに足を運んでおりますと。本当に素晴らしい、この発想というか、よくこれを考えたもんだと。あ、下があるんですね。下が、ああなるほど、下があるんですね。これはちょっと言っておかないとダメですね。チーカーがあるんですね。チーカーが、なるほど。おおほほほ。あー、この箱に入って告白するところの箱ですね。ラウちゃんが作ったと言われてる。自分の罪をね、許してくださいってですね。で、ここはですね、祈りを、この向こう側は祈りを捧げる場所ということで、撮影はできないということなので、様とガウディさんね、ありがとうございましたと。まあ、他の神様がいるとかいないとか、すごいとかすごくないとか、そういう次元じゃなくてですね、人々のその信仰や思いがあるんであれば、そこに物の相手の思っていることを理解し、するということは僕は大切なことだと僕は思っておりますので、リスペクトしているといいますか、
キリストのですね、功績といいますか、行いといいますか、したら、と僕は思っています。あ、これは食材とかそういうのは展示してありますね。古いものですね。ガウディが、まあ、これのもレリーフをデザインをしているんでしょうかね。ロウソクの火を耐えるって指す、まあ、線香みたいなもんですよね。だから重要なんでしょうね。こういうこの遠曲のこのデザインとかですね、シートのデザインだったりですね、ちょっとスワルトロがあってですね、デザインがすごくこうやっぱりデザインやってる方はすごくやっぱり見た方がいいかもしれないですね。聖書なんかね、一番ね発行部数が多い書物ですから、まあ、著作権がどこにあるか知りませんけども、もうせっかくマッサージ行ったのにまた足がおかしくなってきました。さあちょっと表に出てみましょう。はい、というわけでこれ出てきました。ここは多分苦難のファザートというところでしょうね。キリストが貼り付けにされて、みんなが悲しんでいるところですかね。さあここにもいろんなことが書いてあるんでしょうか。徹底というところで、みんなこっちは悲しんでる様子が多いですね。行動的に、最大の人数を誇るその宗教であるわけですね。キリスト教は、まあ、いろんな宗派もありますけども、まあ、その最たるものをいわゆる偶像崇拝をするという面においてはですね、こういう建物をこう作って権威をバーンとこう出していくっていうところもやっぱこう必要なのかなと。さあ見比べてみたら分かると思います。この彫刻のレリーフ、こっちを最初に作り始めたんで、こっちがやっぱ古いんですよね。でこれはやっぱキリストが生まれているところのレリーフをしているので、みんなが笑ってますね。祝福されてるっていう、すごい対照的なの分かりますか。こっちは古くもう色が黒くなっていってるんで、すごいレリーフも細かいですし、すごく対照的になっているっていう、こう笑顔がやっぱり多いねですね。音楽を聴いたりとかしてですね、ハッピーな感じ出てますね。やっぱり祝福されてますね。こっちのやっぱりレリーフが細かいな。躍動感があってこっちのレリーフはいいです、好きです僕は。とりあえずジェラート食べたいです。ジェラートを食べに行きましょう。まあ皆さん、ぜひ世界遺産サグラダ・ファミリア見てください。本当に素晴らしいものです。この宗教観っていうところも、まあ、もちろんあるとは思うんですけども、やっぱ美術的な価値という、そのガウディという人は、まあ、設計をした、この彼の頭の中を全てをこう揃い込んで、こう、表現をしているというところが、まあ、見どころなんじゃないかなと。天才建築家、まあ、彼のような建築家は現れないでしょうと。こういう、この、
曲線のこういう手すりであったり細かいところも小さいところにそう彼の良さ、やっぱこれをやっぱカーサミナに行ってからやっぱこれを見ると理解できますね。出口エントランスを出まして、ということでこれがサグラダファミリアでしたと。また来ましょう。こっちはちゃんとできてないのか、それとわざとこう非対照的に作っているのか、どうなんですかね。お、なんかまた別なところがありますね。あ、なんかありますね。あ、地下があるんですね。ガウディの一生ですね、多分。アントニ・ガウディ。もう1989年にはこのくらいの形はできてたんだね。改築を頼まれた感じなんだろうな。年代の人たちがそうやってこうオリジナルのオリジナルのテンプルが要は改築されてるんですね。